ぜー。ヤッホースタッフです。スタッフ2です。皆さんお久しぶりです。我々2人はですね、前回さくらちゃんに仕掛けられたドッキリの仕掛けられた側なんですけど、今回はそのリベンジということでがっつり仕返しというかやったろうということで、今回我々スタッフが持ってきた企画はこちら、ドッキリ10連発やってみたーよ。今からさくらちゃんがこのスタジオにいらっしゃるんですけど、準備していきたいと思います。スリッパの片方が床にへばりついてるドッキリ、ファンタの中身をお茶と入れ替える、ドアノブにヌメヌメドッキリ、これは消毒のジェルですね。ドッキリに刺してきたさーちゃんに渡すビリビリペンではない普通のペンドッキリ、絶対に開かないペットボトルの蓋。はい、その他にもいつもと違うカメラマンが急に撮影を始めるドッキリ、突然全スタッフが英語しか使わないドッキリ、遠くから誰かがずっとこっち見てて怖い怖い怖いって騒ぐドッキリ、ただ単にさーちゃんを驚かせるドッキリ、そして最後が今日の撮影全部カメラで撮れていなかったドッキリですね。データをなくしたっていう最大のドッキリになります。これでリベンジしていきたいと思います。はい、それではレッツゴー。しまさん、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、マジで遅れちゃって。いいえ、全然全然。すいません、すいません、遅れて申し訳ないです。すいません。いいえ。あ、そうだ、さーちゃん、新しいルールできちゃって。新しいルールですか？そう、スタジオね、アクリタだけはちょっとスリッパ履いてもらうことにしてて、それでこの間、折れちゃって、靴下。何ですか？やべえ、待って、てってれー、履いたスリッパがめっちゃへばりついてたです。あ、遅れた。てってれー、ぬめぬめしたドアノブ、キモ。安心してください。何ですかこれ？消毒液のジェルです。うん、よし、あ、びっくりした。もうなんか気持ち悪かった触り心地。あ、確かにヌメヌメする。うわぁ、マジか。うわ、こっちもヌメヌメした。うまい。寒いっすね。触ります？ありがとう、ありがとう。いいんですか？失礼します。ちょっと、んなんか、絶対見てましたよね、すごい。閉めます？いや、でもそんななんか多分めっちゃ見てるしな。うわ、助かります。あ、まだいる、まだいる、マジ。ちょっとサーちゃん、開けない方がいい、開けない方がいい。どういうことですか？もう一回やってください。ストーカーですか？いや、ストーカーとかわかんないんだけど、まだ行かない。あそこ、あそこ見るの、まだ。なに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 、どうしたの？ほんまや、ほんまや。ダメ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 、だからダメダメ、もしサーちゃんやったらあれやから。ずっと見てる、こっち。僕らに気づいたって感じですよ。狙ってますよね、もはや。男ですか？男かな。多分でも髪長いですよね。え、ね、怖い。女やったら怖い。ねえ、怖い。近いですか？そこから距離。近くはないけど遠くもない感じかな。何それ。よく気づきましたね、逆に。いや、うん、ちょっとこれ一応会社にときます。うん、そうですね。あ、僕にときますよ。あ、ほんまですか？こっちに気づいてる。指さしてきた。じゃあ目だけ。目だけも赤。あなた一番目立った。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。そういうことじゃないんだよ、さっちゃん。目立って、こんな。でってれれん。じゃあそこで、そこから行き、そこからほんのちょっとだけだよ。これを隠しますね。逆にあなたが怪しいわ。どこですか、どこですか。右か左かってください。あの、奥の方の左上の、うん、多分まだいると思う。でも本当に真面目な話、ちょっと危ないから。え、暗いの、いや、見えよ。ちょっと待ってください。さーちゃん、全然いない。てってー、誰かにずっと見られてるドッキリ。よし、撮影行こうか。さくらちゃんにとってファンとは？ファミリーは宝物です。じゃあサインってあります？サインはあります。サインください。サインをとりあえず欲しいんです、はい、今撮る撮影内容にやって。怖い。どうしたんですか、どうしたんですか。どうどっちに狙えばいいですか。いや、やってみてください。僕はいいです。え、こうですか。多分うるさい声出しますよ、ビリビリとかだったら。いいですか、企業迷惑じゃない。いきません。なんもないの。てってれー。普通のペン。無理。
こんな高級そうな BB ペンあります？待って、やったわこれ。さーちゃんってファンタ好き？ファンタ大好き。ほんと、いや、これさっき差し入れあって、嬉しい。しかもね、さーちゃん来るでしょっていうこと、一応さくらんぼっていうことで。え、かわいい。そうそうそう、いいですか？うん、いいよ。ありがとうございます。これバカうまいっすよね。うまい。何ですか？うん、なにこれ、何味？さくらんぼ味、さーちゃんのためっていうこと。え、アップルって書いてますよ。え、アップルなの？はい。違うやんか、差し入れの人。見た目だけで判断したな、これアップルやった。アップルじゃないよね。ちょっとビターな感じがする。そう、方向アップル。アップル、匂いはアップル。これ炭酸じゃないですよ。え、炭酸よ。なんかお茶の味すね。生気あるか。てってれー、ファンタの中身がお茶でした。匂いはアップルです。てか、まずさくらんぼっていう時点からここにアップルって書いてる。いやでもね、普通にパッと見た時にさくらんぼかなと思って選んだんだけど。え、お茶ですか？あれも全部お茶ですか？いや、我々はちゃんとしたあの似てますね。そうやろ。うん、でも美味しいです。よかった、ドッキリのお茶をエンジョイしていただいて。もうめっちゃ緑茶やもん。さあちゃん、ふっ、てってれー、ただただ驚かせる。もうびっくりした。大成功。そこの意気込みのところをサムネイルにしたいんさ。あのイメージとしてはこうコンで、実際開けてほしい。そうそうそう。ただしゃくれちゃダメ。しゃくれちゃダメ。何もないって。いくよ、せーの、グッと開けてほしい。せーの。開けられないんですよ。ちょっと緩めてもらっていいですか？はい、せーの。よし、よし、よし、わかった、粘着ドッキリ。ひっつぎてるドッキリ。待って、痛い、痛い。待って、一つ言っていいですか？ベトベトそんな。どうぞ。勉強できるかな、ね、え、伊藤さんこんな感じで大丈夫ですかね？もう一回ちょっと伊藤さん確認してもらって。伊藤さん確認？うん。今日カメラ回してんの？なんで今日カメラ回んなんですか？いや、いつも通り。あの子さんが伊藤さんぶってる。おかしいですよね。もしかしてドラマでありきたりな中身が入れ替わっちゃった的な。階段で一緒に落ちて、僕たち入れ替わっちゃったみたいな感じ。いけんだけど、ちょっと向こう見せてもらっていいですか？はい、おっ、立場逆転か。あ、体が戻りました。確かにずっとごまかそうとしてましたもんね。そうですよね、さーちゃんにバレないように。よかった、よかった、よかった。なんですかね、きっかけ。カメラかな、こう触ったら変わりましたもんね。はい、てってー、思ってもつらわかったねーす。しょうもな。はい、オッケー。手が墨だらけで草。いただきました。はい。Anyways, we're gonna be doing this new video with a new computer, okay? Okay. Okay. You good? Okay, good. Do you want to check this out? Yes. I check. Yes, check. So we have the SD card. So we have the SD. Let's check. Shut up. Right. Bit to the right. Okay. Mr. Manager, do you want to check this out? Manager. It's okay? Yeah, okay. It's okay. Okay. Kakoi English. Okay, so the first step, the first thing we're going to do is we're going to get the computer out. You're going to watch that and you're going to react to your old videos, okay? Yes. Good to go? All right. In 3, 2. Yahoo! No. Why in Japanese? In English. Yes. Jeez. English channel. My name is Sakura. Hello, Sakura. De de de. 急に英語喋り出すドッキリでした。大成功。楽しい英語。うまい先生。先生だった。はい、ということでお疲れ様でした。オーナークッションとかないよね。ない、ブーブークッションもない。今回なんとなく企画内容分かりました。はい、ドッキリ10連発正解。いやでもね、やっぱさーちゃんは難しいですね、ドッキリ仕掛けるのが。うん、本当にバカバカ。
そのバレやすいのもあったしバレにくいのもありましたね。とりあえず我々スタッフがちょっと今回ドッキリとか演者としてはちょっとポンコツだったんで、もう反省するかもしれないっていうね。なるほど。はい、ジョッキー10連発動画でした。びっくりしましたよ、こっちはこれドキドキだというわけで、いつかやり返しまーす。せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チャベリグ、こういう SD カードの中身がなくてちょっとやばいし、とりあえず説明だけ。ごめんね、ちょっとさっちゃん、今日撮らせてもらったものが、撮らせてもらったものってなんですか。今日全体的に1日を通して撮ったものがちょっと一部破損してる状態になってて。破損って何ですか。つまり再生できない、使えない。ちなみにどの動画ですか。全部だね。え、いや本当申し訳ない。後で探ってみるんだけど、ちょっとヤバいことなんで、このことを会社に報告しないといけないんだね。で、もしかしたら電話が行くかもしれない、あなた自身に。そんな、全然ですけど、まあ、今日だから無駄な工数を取らせちゃって申し訳ないっていう、でそのせいでした。うん、ドッキリ大成功。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、というわけでケンタッキー食べたい。ケンタッキー食べたい。もう奢ってもらうしかない。あー、データ全部あります。データ全部あります。データ全部あります。ちなみにこれさーちゃん気づくかなと思ったんですよ。さっき10連発やられましたって言ったけど、実際9個しかやってなかったんで、最後が残ってる。ぜというわけでエンディングの後ですけど、ドッキリ大成功です。そういうことか。そういうことです。思っちゃった、ごめんね、さあちゃん。全然いいですよ。マジかみたいなの聞こえてたんですよ。なんかあったのかなと思ってたんですけど、なんだよ。おい、今日やられっぱなしだな。おい、今日の感想は10連発されて悔しい悔しい、でもちょっと知識が増えましたね、ドッキリの、こういうのもあるかみたいな、他の人にしてみたいですね。メルプチメンバーとかにもね、お、そういうの役立てたらいいなと思いますね。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで2度目のエンディングいきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チャベリグ。